ははいいどううもも皆さんこんこここにちは強いことにもですということでですね今日も日日やっていきましょう今日は2020年の2月4日の火曜日ということでですね、はいまあ、昨日の動画でも言ったんですけど今日からまあ学校行かなくていいよっていう期間になったのでね、まあ、あの今日も朝から、はい、学校と、ね、ほとんど変わらない時間で、はい、教習所に行ってきたんで一、まあ、日結構ね、あのー、教習所ってねなんかこう学校みたいに1時間目からこう6時間目とかまでこう一気にあるわけじゃなくてなんか1時間目あって。 5時間目あってみたいな感じなんであの間のねあの空き時間というか何て言うんだろうな間ちょっとこう空いてしまった時間をねあのどう、うん、潰すかっていうかあのはいまあ、教習所の周りにねいろいろ行くとこあるんでねそれで潰したりしたんですけども今日その分ちょっと疲れちゃいましたね結構ねほんと一日外にいた感じではいということで今日は、えー、バイトがないのでねはい作品紹介していきましょうえ今日から紹介するのは CD ですねはい 今日紹介する CD はこちらです、はい、サムネ と、はい、というこで、えー、今回、えー、紹介する CD は EXILE で「The Birthday, t h e b i r テ d a y t i a m o という、えー、作品なんですがこちらがまず CD のお見ですね。なんかこうなんていうのこれはホテルの、ね、一室みたいな日本にはこんなホテルあんまないですよねなんか外国のねちょっと高そうなスイートホテル的な感じのイメージですけどね。はい、裏はこれね「あの27」って書いてあるんですけどこの「s e p t e m b の27」っていうことこれは「THEBIRSDAY」The っていう、まあ、さっき言ったんですけど9月27日2001年の9月27日に EXILE、まあ、がデビューしまして。 ン「あいまの僕の形」っていう作品が出たんですけどもまあまあデビュー記念日といった感じですねでまあ,あのここ見ていただければ分かるんですけどすごいちっちゃいんですけどね2008年の9月24日に発売されましたまあだからあの丸7周年そうだね丸7周年の記念日っていう感じでまあ記念シングルという感じで出た、はい、作品になっております。ザバースっってなってなるのはまあそのははそためですね、はい そしてこのシングルはですねちょっとこうシングルとしては豪華な内容になってまして撮れない全然撮れないんだけど、えー、まず「t ィアモというのがまあシングルの表題曲でして結構有名な曲だと思うんですけど、はい、あのバラードでねかなり有名な曲なんですけどね EXILE としては結構あの珍しく大人な感じの、はい、曲でございます。はい、中身は広告で そのティ以外にもですねまず、えー、結構ねあのシングルには似合わないというか今までねシングルって見開き1ページって感じだったんですけど今回はこんだけあります3ページありますねえティー、T. アモーそしてスーパーシャインフューチャニングバーバル各 M フローということでですねえー昨日かな、うん、昨日でったよね EXILE エ,エンターテインメントベストっていう、えー、アルバムを紹介したんですけどそこに入ってたスーパーシャインっていう曲のリミックスバージョンそしてトンティオカラッツの ジェインですねティオカラッツタイプ EX という、ねまあ、シングルがあって昨日紹介した EXILE エ,エンターテイメントベストにも入ってたんですけどもこちらですね、あのー、昨日、まあ、紹介した EXILE エ,エンターテイメントベストでも、まあ、出てきましたね2代目の JSOULBROTHERS が、まあ、フューチャリングとして加わりましてトニイティオカラッツ新しくなった感じのねちょっと歌詞も JSOULBROTHERS、はいえー、ーーが歌うところは 追加されててたりしてね結構あの全然、まあ、全然違うってことでもないんですけどあのー、未だにねなんかライブでも最近はやんないかな2010年とか2011年ぐらいまではライブでも結構やられてましたねこのバージョンがそして最後4曲目が「祝いぞんりあいまらぼくの形」ということでですね、まあ、これはまあさっき話出たんですけどデビュー曲ですね「THEBIRSDAY、はい」まあ、The Birthday っていうまあ7周年記念ソング「丸7年記念 ソング、「07年記念ソング」ではないな「07年記念シングルに」に、まあ、入るにふさわしいですねデビュー曲の「サイロクバージョン」「TAKAHIRO」が入ってねもともとンというボーカルがいたので、はいえー、第2章で取り直したバージョンが入っておりますそしてその4曲全ての、まあ、カラオケバージョンインストルメンタルがありまして全部で8トラック入ってますね結構あのお得な、はい、シングルになっております、はいまあ、8曲も入ってたらね結構嬉しいんじゃないかなこの値段で、はい、普通のシングルとねあんま値段変わんないんではい そしてついて紹介するのはこちらですね、エグゼルでザ・バースデイ・ティーヤモンの CD バース DVD 版ですね。こちらちょっと、さっきはちょっと白を基調とした感じだったんですけど、えー、黒を基調した感じになってまして、よーく見るとちょっとだけ写真も違います。まあ、遠目で見たらあんまわかんないかもしれないんですけど。はい。CD は全く同じ内容です。はい。スリーブもね、ついておりますね。結構ね、いいですね。やっぱスリーブついてるとなんか高級感が。 ね、こデザインのせいもあるかもしれないですけどこうシャンデリアとかねありますしねすっごいなんかこんなホテル泊まってみたいですねあんま外国は行きたくないですけどねやっぱりあの言葉が通じないのってやっぱ不安ですしねいろいろ食文化とかも違うとね、はいまあ、一応行ったことあるんですけどそこでちょっとあの痛感いたしましたので、はい、後ろはなぜか一緒ですね、はい、そしてまあこれで歌詞カード開いてみるとお広告ないですね、はい、中身は一緒です。はい ここで DVD に何が収録されているかなんですけども DVD にはま T.A.M.O のビデオクリップがまあ入ってるんですけどこちらがチャプター1となってまして、えー、実はチャプター1、チャプター2とあるんですけどチャプター2はまだはい入ってないですねチャプター1はですね、エグザイル出ませんはい、えー。えーってなりますよねなんかこうエグザイルのまあダンスとかが見たくて DVD 付き版を買ったのにエグザイル出ないっていう、ね、ちょっとこう うんショックって感じになっちゃった人も多いかなと思うんですけど、えー、ちゃんとチャプター2の方もですね後に、えー、他のアルバムに入りますので是非そちらを買っていただければと思うんですけどまあ買った後に言われても <laughs> ね遅いですけどねそして「祝、え、い、ー、ゾーンにあいまな僕の形の」の、えー、ビデオクリップ取り直されたバージョンが、はい、入ってますでもこちらもですねあのー、EXILE たちがこうバンって出てきてパフォーマンスするっていう内容ではなくてなんかこう今までの。 エグザイルの歩みをなんかこう編集した時のかけらの PV みたいな感じになってますね。だからこうちょっと DVD は残念なうん出来になっちゃってるかなと思うんですけど、まあ僕としては全然いいんですけどね。ちょっとこう 期待して買った方にはまあ申し訳ない結果になってしまってるとまあ俺が作ったんじゃないけどはいということで定価はですねこちらが1080円でこっちが1890円だと思います、はいえー、そして、えー、僕はどちらも100円で中古屋さんで買ったんですけども未だにどちらも100円で売ってます結構、えー、売れたシングルなんでぜひぜひね、あのー、買ってみてくださいうん特にねスーパーシャインとトテオカラーズの,の違うバージョンっていうのはこの CD でしか、はい、聞けないものなのでねあの買う 価値があるかなと思いますはいということで歌いましょうか T.A.M.O. うーんよいしょあちょっと待って昨日は綺麗に決まったんだけれども OKOK、OK OK、はいということで T.A.M.O. なんですけどうーん <laughs> あんまねすごい名曲なんですけどあの 僕が EXILE に出会った時にすごいこのぐらいの世代なんで聴いた曲で逆に今聴かないっていうかなんかこう聴きすぎちゃってなんか逆になんかこうなんだろうなランキングつけるとしたら低い方になっちゃうぐらいの曲なんですけどまあ久しぶりにはい歌ってみますね歌詞は本当に危ないと思うんで歌詞カード一応一応持っときましょうか結構有名なシングルなんでねできれば見たくなかったんですけどまあできるだけ見ないようにしますはいそれでは聴いてください EXILE で。 ティアモですねお願いします日曜日の夜はベッドが広い眠らない思い抱いたまま朝を待つ 帰る場所がある」「あなたのこと好きになってはいけない」「分かってたはじめから」 のれんだけの想いならば愛と呼んでいいのでしょうかこの胸を締め付けてる気持ちに名前をください キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくらいから抱きしめられるとときめく心はあなたをまだ信じてる 声に出さないまま愛してると叫ぶの、はいまあ、かなり大人な曲なんですけど当時小学2年生とか3年生とかの時の僕も歌ってましたね全然歌詞の意味も分からず、まあ、今歌うとまあ、まだ全然分かんないんですけど。あの 切なない歌詞なんだななっって思ったりしますはい <laughs> なんだその感想ということでこの動画がね少しでもいいなと思ってださいましたら高評価ボタンそしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますねそして Twitter のフォローもよろしくお願いしますそして僕は小さい猫割れを行うというレベルがありますが視聴もぜひチェックしてだけるとありがたいですということでねまあ今日は CD 紹介できたんですけども明日はそうですね明日も明日までか明日までバイトがはいないので多分。 作品紹介できると思います、まあ、明日も、ね、今日と同じように教習所行ってまいりますもう一気にねこう短期でね撮りたいんで、はいもうあのね、ずっとこうズルズルいっててもねなんかあの新生活とか始まるとねあんま行けなくなっちゃうかなと思うんで今のうちに、はい、どんどん行っていきたいと思うので、はい、また忙しい日々がむしろ学校行ってた時より忙しい日々なんですけど頑張っていきたいと思いますということで。 また明日の一日中でお会いしましょう。あ、ここまでね結構もう10分ぐらい長い時間だったんですけど、えー、見てくださっ、どうもありがとうございました。つづごでした。えー、バイバーイ。